茨城県を自由気ままに自分のペースで探検していく茨城だるだる探検隊隊長の龍でございます。いいね、チャンネル登録よろしくです。はい、今日なんですけどもね、ホットモットさんのお弁当をね食べたいと思ってホットモットさんに来ました。到着しました。お弁当をね買っていきたいと思います。はい、それではホットモットさんでねお弁当買ってきました。こちらです。洋風バラエティ弁当、税込みで540円です。早速ね食べていきたいと思います。ソースがね一つついてますね。はい、それではねちょっとね見ていきましょう。これは多分ハンバーグでしょうか。でポテトサラダで、ここがちょっとおしんこみたいな感じですかね。あとはフライ系ですね。エビフライ、これがメンチですかね。後で食べてみます。あと唐揚げ、ウインナー、この下にちょっと手でね失礼しちゃいましょうか。これは何でしょうか、ポテトですかね。はい、その下にパスタっていう感じだと思います。はい、それではね食べていきたいと思います。ソースはねこのメンチでいいんじゃないかなと思います。あとね味噌汁は自分で用意しました。前にとんかつとんきゅうさんで選べるお味噌汁で、豚汁じゃなくてね季節のお味噌汁でもずくとみょうがのお味噌汁っていうのをいただいたんですけどもね、とんきゅうさんでね。はい、でそれがすごく美味しくて自分でもね作るようになって、最近はねうちのお味噌汁もずくとみょうがが多くなってます。はい、それではいただきます。まずねお味噌汁から。うん、みょうがともずくのお味噌汁美味しいですね。まずちょっとねご飯から。ご飯美味しいですね。お弁当って何でもそうなんですけど、ご飯がねたまにねおかずが美味しくてもご飯がまずいお弁当とかってあるんでね、そうするとねがっかりしちゃうんですよね。僕ねおかずがちょっとぐらいまずくてもいいから、ご飯が美味しくあってほしい派です。うん、美味しい。じゃあまずねこのハンバーグですかね。あんまりね箸が強くないですね。こう曲がっちゃう。あんまりねいいお箸じゃないんですかねこれね。弱いですよこれ結構。はい、それではいただきます。うん、ハンバーグ美味しいですね。美味しい美味しい。はい、次これいってみましょう。多分ねメンチカツだと思うんですけど、うん、やっぱりねメンチカツでした。美味しいです。まだねもちろんあったかいし外がサクサクって言いますね。はい、次ねウインナーいきます。うん、これもパキッといきますね。美味しいです。次ねエビいきたいと思います。うんうんうん、エビもねグッと美味しいです。うん、やっぱりこれポテトでしたね。はい、こんな感じです。うん、ポテトはねなんか味何にもついてなくて普通です。ただの芋でしたねこれは。これ少しね少し
塩味かなんかつけたらいいんじゃないかなと思いますけど、まあそういうねあれじゃないのかな、やっぱ副菜みたいな感じでこう箸休め的な感じなんですかね。はい、味ついてないです。はい、じゃあこれパスタね、いってみましょう。うん、普通ですね。はい、じゃあポテトサラダいきましょうか。ポテトです。これもね、普通ですね。あとはこのおしんこはどうでしょうかね。あ、おいしい、おいしいです。はい、そうですね、540円だったかな。はい、540円でハンバーグとエビフライとメンチと、あ、ちょっとウインナーね。唐揚げ食べてなかったですね。唐揚げいただきます。うん、グッド。唐揚げもね、美味しいです。なので、まあ540円だったら、うん、コスパいいんじゃないでしょうかね。グッド。はい、全体的にあのまとまってて美味しいですしね。ただパンチには欠けるかもしれないですね。こう強烈な癖のあるおかずっていうのがないので、うん、ここのこの弁当がねやばいんだよっていうようなタイプの弁当ではないですね。普通にあのなんて言うんでしょう、全体的にまとまってて美味しいお弁当っていう感じでしたね。はい、それではね、ゆっくり食べていきたいと思います。それではですね、こちらです。カットステーキ重のステーキをねちょっといただきましたんで食べたいと思います。うまっ。あ、カットステーキ重あれですね、お肉すごくお肉パンチがあって、味にパンチがあって美味しいですけど、肉がちょっと硬いですね。はい、食べ応えのある肉でした。ごちそうさまでした。茨城だらだら探検隊隊長の龍がお送りしました。またお会いしましょう。バイバイ。